はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数2の関数の最大値最小値丸6をお送りします。でこのタイトル最後ですね、やっと終わるっていう。で丸3の時からずっと言ってますけど、まあ、3、4、5、6とずっと1問ずつやってってる。でそれの最後です。で今回はこの問題をやっていきますので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で確認してもらって、ちょっと厳しいと思う方は今からね解いていきますので、聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね取り掛かっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で前回の丸5の時も話をしましたけど、できればこれ個人的な願望ね、できれば前回の丸5とこの丸6はセットでやってください。すごく似てるというか、ちょっとねこう A が入ってる場所が違うんですけど、よくねテストで出されるとこなので、こう区別して覚えてもらえたら嬉しく思います。で今回は関数の方には文字ないです。 x 誕生 -3x 2乗プラス2、まあ、x は入ってるけどね、 a が入ってないっていう。でこちらの x の範囲の方に a が入ってるんです。0から a っていう。で a は正ね、下に書いてあるけど。でこの条件で今回は最大値最小値を両方出します、およびその時の x の値もね。ただまたね最大最小をやっていくので、微分する、で微分イコール0を解くっていう流れは同じです。なのでね早速いきましょう。だからまず微分していくと、3x2 乗マイナス 6x だね。これ消えるからね。で、微分したものイコール0を解くと、まあ、これ普通にイコール0で解いてね、x 区切らせばいいので、3で割ってからね。そうすると、x イコール0と2になります。で前回の丸5はここに a が入ってたので微分しても a が残っちゃったんですけど、今回は0、2って分かってる。ただし a が分かってないんでね、右の止まるところが範囲の。なので今回まず0と2だけで書きます、増減表を。で書いていくと x でちょっと待ってね、で f'x の fx と、大丈夫かな。でまあ0は左で止まるので点点点なしで0スタート点点点で、一応2ってしておきます。でちょっとね点点点書かせて、こんな感じで、で0と2の人はもちろん f'x は0です。で代入しちゃいましょう。 fx ここにあるので0入れると消えるから2が残る。で2を入れると8でしょ、マイナス12プラス2だからマイナス2か、こうなります。でプラスとマイナスも調べちゃいましょう。ここ1入れるといいね。1入れると 3-6 だからマイナス、一応こっちも調べます。3とか入れると 27-18 だからプラスだね。まあ、つまりまあここはシンプルだね、すごく、まあ、こうなってるよっていう。で書いていくか、書いていくとこっちマイナス入れると、ちょっとないけどね、範囲止まってるけど、もしマイナスの値入れるとこれがプラスになるのか。ってことはここがちょうどこうきて、こう見えないね、こう来てこう来てこうなってるんだね。この0の左側プラスになるので、ここが、まあ、それもちょっと意識して書いてみようか。で0とマイナス2だからこれね、どうしよっかな。グラフがね、まあ小、まあ、ミソなんですが、ここグラフがミソなのでちょっと大きめでいこうか。 fx でちょうどまあ真ん中くらいでこうかな、0と。でここちょっとあえて黒で書きます。で0の時2なのでちょっと大きめに幅取ろうか、ここ2にします、ここね。でここ本当は点点点ってこう来てるんですけど、まあ、こんな感じで、2の時マイナス2だから、まあ、この辺2の時マイナス2ですよって。でこう来てこう来る感じが、こう来てこうだもんねっていうグラフになってます。でまあポイントなのはどこまで使っていいのっていうグラフ、 A がね範囲が決まってないから。で今回、まあ、前回と似てるんですけど、
A がね、どこにいたら最大がいくつで最小いくつなの、どの瞬間切り替わるのっていうのを一個ずつチェックしていきます。一個ずつでやっていくと、例えばね、俺こうやってゼロからスタートしてるんで A をだんだんこうやって伸ばしていくタイプの人間なんですけど、例えばだよ、じゃあこれね、ごちゃごちゃするけどちょっと頑張ってついてきてね。 A がどこにしよっか。で、ここにあるとします。 A ここね、ちょっといっぱい書くんでごちゃごちゃするけど、 A がここにいます。その時使っていいグラフってここだから、最大値はここで取ります。0の時ね、2を取ると。で、最小値はここで取ります。0の時に最大、 A の時に最小なんです。どんどん伸ばしていきます、こっちに。じゃあこの辺まで行ってみようか。ちょっと点々で書かないよ、もうここまで A が来ました。そしたら使っていいグラフが伸びます。ここまで、さあ最大値どこか。最大値2、あ、0の時です、変わらず。で、最小値動きましたけど、結局ここで取るっていうのは、結局点々で書いてるけどA の時取るでしょ。ってことは0の時最大、A の時最小は変わってないので、この間はまだいじんなくていいんです。変わってないから、取る時が。じゃあどこで変わるかっていうと、 A がここについてしまった時に変わります。なぜならここまで伸ばすとこう来るでしょ。なので最大は0の時です。でも最小は2の時に変わります。 A の時じゃないの、2って分かってるから。で、その瞬間切り替わってしまうので、場合分けをします。なぜ場合分けを噛んだのかっていうね。いい？つまり1個目の場合、今回場合分けいっぱいあるからね。場合分け1です。で、A は0より大きいので、ここね、大きいから、A がまず0より大きくて、2にたどり着く前までです。2は入れちゃいけません、ここイコール。この時。なぜかっていうと、2を入れてしまったら最小値が2の時に変わります。でもその直前のこの辺だったらまだ A の時取ってるからね。だから2にイコールは入れないと。で、この時に最大値はここ0の時ね。だからちょっとちっちゃくてごめんね。 X イコール0の時、これ最大値最小値サボりたいな。最大値値がまず2です。2ね。で、最小値は A の時取ります。だから X イコール A の時最小値で、 A の時に値出しちゃいましょう。ちょっとここで書いてもよかったんですけど、ちょっとここに書こうか。 X が A の時 FX は、あの Y って FX だからね、ここに A を入れるだけなので、A の3乗マイナス 3A 2乗プラス2です。ここに A 入れるだけね。だから最小値そのまま書いて大丈夫。 A のままね、気にせず書いてください。最小値は A の3乗マイナス 3A 2乗プラス2と。まずこれが一つ目です、場合分けね。で、どんどん右に行きます。で、これつながるので、じゃあ2は次2スタートなんだと思ってください。2から始まります。で、2の時ね、最小値2に変わりました。最大値はここで取ります。じゃあもっと伸ばします。ここまで来ました。ぐいっと伸ばす、伸びてきましたけど、結局最大値は0の時変わらないです。最小値もここで取ります、変わらない。で、もっと伸ばします。ぐいっと来ました。でも最大値ここです。最小値まだここ、これこっちだね、変わらないと。じゃあどの瞬間変わるか、ここちょっと青で書きますね。それはもうね、最小値はここで変わらないからね、これより下ないからさ。じゃあ最大値なんだよ、こいつを超えちゃった時に変わるのね、瞬間としては。で、じゃあここの値いくつだよっていう、ここね、これが欲しいので、出し方としてはこれ FX が2の時です。だからこいつイコール2を解いてください。そうすると X3 乗マイナス X2 乗プラス2イコール2です。で、これ2を持ってくると消えるからさ、ここ、こうやって、つまり0でしょ。で、これ X2 乗でくくるとこうなります。で、これ解くと X イコール0と3だよね。0はある、つまりここ3ね。だから X が3の時に2になるの、同じ高さにたどり着くと。
だからこれがね、もし青の部分までたどり着いてしまうと最初の値ここなの。でも最大値がこことここに変わるの。今までここだけだったの、こっちも入ってきてしまう。だからそこで区切ります。つまり A がこっちイコール入るからね、2スタートイコール置いて2スタートで3についちゃうと変わってしまうから、だから3につく直前イコールを入れずに、この時3についてないからね、ついてないから最大値は0の時です。ここで最小値はここで取ります、2の時に。つまりこれ全部かけるかな、これ怪しくなってきた、ちっちゃくてごめんね。 x イコールまずこっち0の時ちょっと、あ、まあいいか、でも書こうちゃんと。最大値、でもこれは前使った数字使ってね、そのまま最大値2、まあ0が分かるけどね、見てね。で次が最小値は2の時取ります。今度だから2の時に最小値、2の時はマイナス2だからマイナス2となる。さあこれは怪しくなってきたよし、じゃあ次行こうか。で今この直線見たでしょ、でさっきも言ったように青のとこに、ここにたどり着いてしまうと最大値がこことここになります。で最小値ここね。でもちょっとでも先に進んでしまうと、ここまで伸びると最大値がこっちに変わります。こっちの方が高くなるからね。ってことは3つ目の場合分けとしては A が3ぴったりの時で分けます。今まで範囲だったんですけど、3つ目だけ A が3ぴったりの時です。その時最大値2箇所で取るからね。だからちょっとこれ入らない、ごめん、サボります。 x イコール0と3の時です。0と3の時、ごめんね、最大値2か2です。で多分もう入らないのでごめん、右側に詰めますね。で最小値はここで取ります。 x イコール2の時に最小値マイナス2を取る。これ入った？入ってんの、ギリね、ごめんな。となる。で最後はさっきも言ったように突き抜けちゃった場合、こっちまで3を、 A が3を超えてしまった場合、最大値がここ、ここっていうのは A の時です。え、ここは A だからね、ずっと。で最小値が2の時に変わるので4つ目、これが A が3を超えるから、A が3より大きいとき、入るかな、大丈夫ね、3大きいときは最大値は A のときです。だからこれ入るかな、 x イコール A のとき最大値、これね、 A のときは同じだから A の3乗 3a2 乗プラス2です。で、もう一個、最小値は x イコール2のときなので、2の時最小値マイナス2と。はい、ごめんね、ここちゃんとかけたらよかったんですけど入らなかったという感じになります。間違ってる、間違ってる、あ、間違ってねえか。3円2乗プラス2マイナス2で大丈夫かな、2マイナス2 OK だね、という感じです。で、問題集とかによっては最大値のみとか最小値のみの場合もあります。そしたら最小値のみを確認して、最大値のみを確認して解いてください。で一番めんどくさいのはこのパターンです。最大値と最小値が両方混ざってるっていう。でも自分の今やったように基本的にゼロスタートです。ほとんど問題がゼロからスタートしてるから、 A をね、範囲をどんどん右にずらしていく。でどの瞬間になったら最大最小が切り替わるかなっていう、でそこで考えていけるといいと思います。いいかな。では今回は高校数学数2の関数の最大値最小値丸6をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で最初にも話しましたが、このタイトル最後です。で次回からは関数のグラフと方程式不等式をやっていきます。ちょっとこれもシリーズで
やっていくので、もしよかったらね、そっちの方も見てみてください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。